さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、6月11日、17時48分、先ほど一度17時過ぎに家を出て、まあ、ある程度の岡場駅の近くまで歩いてみて、マスクをした、悠仁さまらしき人物と、その前に家出た時に中に黒い服を着た有野北中学校のジャージと思われる者たち3名がこう絡んでくるような、言い方でね、こちらに文句を、言ってくると。で、そこで今まで何回か叱ったことあると思うんですよ。で、昔どういうふうな戦いがあって、線路の上に、まあ、田尾寺駅と大川駅の中間地点、有野北中学校のところから、ああいうふうな、橋ができたかについてなんですけども、有野北中学校のものが、やたらと絡んでくると。で、有野北中学校だけじゃなくて、大人も絡んでくる連中がいると。藤原台の連中とかでって。まあ、そういうふうな話から、ああいうふうな橋が、できたと思います。まあ、本当に無駄な工事ですね。とにかく、ごちゃ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 喋るんだったら、もう一人で歩きなさいのルールなんですよ、昔から。僕は子供の頃からですよ。で、学校でもそういう教育受けています。で、特別僕は人の家の前とかで、こう、複数の人間で帰りに、ごちゃ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 何か言って、帰ってたわけではありませんから。で、その辺のところがね、過度にそういうふうなことを行っていて、で、顔の受け渡しみたいなことをね、行ってた、者たちがいて、それが子供の頃の、もっと幼少期の頃の悠仁様かもしれないし、まあ、テレビ出演者がもともとし始めたことかもしれません。で、もっと遡っていくと、明子さんとかもそうかもしれないですし、朝鮮半島の、その像に関しても、顔を取られてる状態の時の明子さんに似てると。皇室の、明子さん。で、その像もね、青銅の色だったり、金色だったり、グラフィックを描いて遊んでいるのか、現場で、ね、韓国だと思いますけども、まあ、テレビのニュースが、ああいうふうな形ですから、もう、本当に韓国でああいうような像を作ってるかどうかもわからない。もともと朝鮮半島と台湾と満州国を日本は併合していた時期があって、その人の往来があって、韓国を話す人だとか、その中国を話す人たちなども結構いらっしゃると。もうそうなってくると、テレビのニュースがああいうような作り方ですから、もう何がないかわからない。はっきり言って。で、今や人材派遣会社の人間も、テレビ局でもたくさん、人材派遣会社の人間を起用してるんじゃないですか。どうなってくるとどうなるかっていうと、情報は何がどうなったかっていうのをしっかりと継承することができなくなるんですよ。とにかくもう余計なことをしない。まあ余計な移動に関しては僕は言ってます。で、まあマスクをしてる人は悪い人。これを義務教育でみんな受けています。で、忘れてる人は、何かね、その辺のところをごまかしてるだけで、か、記憶をなくしてるだけで、まあ、マスクをしてる人はね、自分が何か悪いことをしてるから、顔を隠す。まあ、見つからないようにと。まあ、そういうふうなことで、悪いことしてないんだったらね、正々堂々と生きていけるはずなんですよ。で、まあ、まあ、裁判の方は、補助参加人だとか、共同訴訟というような形で、まあ、佳子さまや、小室眞子さん、小室圭さん、悠仁様の名前も、一応今書き込んでいます。裁判所に提出するのは明日になると思うんですけども、まあ、若いうちから、裁判に関わっていた方がいいのと、一般的な普通の裁判じゃなくて、僕の件って多分かなり広がっていくと思うんですね。内容は。で、まあその生物兵器に関する条約に違反するようなコロナウイルスというものをどこかの誰かが作ったと。で、もともとは僕から、オウム真理教の連中に関して、サリンというものを使って、人殺しを行ってたわけですから、ああいうふうな、連中の一派が、日本がね、並行していた時期がありましたから、いろんな国でいる可能性が高いと。で、どこの国でも、ヨーロッパの方でもああいうふうな事件は、あったというのが、というよりもね、まあ、
やっぱり第二次世界大戦とかで人を殺す化学兵器とかを考えてしまって、その技術を伝承してしまってる業界のやつらが存在すると。だからそういうふうな連中が、まあ、まず一番危ないっていうことになってきますね。だからこの辺についても裁判所でいろんなことを、僕の件抜きにしてテレビで放送しますから、僕の件ありでテレビで放送してきたら、コロナウイルス作った連中は、そのオウム真理教と関係のある連中かもしれないですし、で、あと統一教会というものが、まあ、韓国、朝鮮半島の方でも、問題になってます。法人税の脱税したいから、宗教法人作ってるだけで、で、そういう人間ほど、まあ、根性悪いということで、性格悪いということで、簡単にわかりますよね。で、まあ、その、併合の時期がありましたから、範囲がどうかっていうところと、まあ、建設業界も、まあ、やりすぎですね。その歩道橋に関して、かなり無駄の多い工事。で、やっぱ歩道橋はね、その階段を降りていくところ一つだけでいいのに、階段とスロープつけて、で、ああいうふうな、上り坂って、自転車乗ってる人ぐらいなんですよ。使用するの。車椅子の人が登ってるとこ見たことあります？後ろから押す人の方がよっぽど体力なかったら持たないんですよ。まあ体鍛えてる運動部のものとか、力仕事してる人とかだったら、まあそういうことができるでしょうけども、そうじゃない、事務関係の仕事だけになってしまってる人、家帰ってからこう特に体も鍛えていないっていう人ではちょっと無理があります。まあ、ただ平地のところぐらいはね、車椅子を押したりとか、それぐらいはしなきゃならないし、まあ、私は自分の親の介護の時にしっかりと車椅子を押していました。そういう人がめったに見かけなくなった時点でもうこの世の中ほったらかし状態、いろんな人たちが、まあ、それだけで人格っていうものは簡単にわかるっていうことですよ。ずっと同じ連中が、まあ、絡んできてますね。今日の兄の来た中学校の、ジャージを着ていた、女さんに。で、まあ、その者たちが本当に兄の来た中学校の人間かわからないんですよ。で、東京者かもしれない。で、何かややこしいことをしてきた、人間の子孫っていう可能性も十二分にあります。もともと。もともとそういうものなんですよ。抜け跡がありますから。以上です。まあ、こういった証言とかを残しておいてなかったら、その結局そういうことにつけ込んで、今度は建設業界とか無駄な工事をするでしょう。余計にエネルギーを消費して、この間の撮影もそうですけども、まあ、その辺のところ全部込みで、記録しておきます。もう一度、2024年、6月の11日、まあ、17時過ぎに、17時10分過ぎぐらいに家を出て、マスクをしていた被災人様らしき人物、上が白い、ワイシャツ、下が黒いズボン、だったと思いますね。だと思いますよ。目が大きくなってる。まあ、顔は綺麗になってる時の悠仁さまだと思います。まあ、マスクを、もう鼻のところぐらいまでしてるので、目元しか見えないんですけども。まあ、あとは、まあ、他のこととかも、まあ、記録的に言うと、ホリエモンっていう形でテレビで放送されてた方は、金属とかの回収の業者のところで、従業員として見かけましたね。五社駅と有馬口の間のところ、そこで、昔の大越洋ペアと呼ばれていたバドミントンの、大倉というもの、らしき人物も見かけました。晴山聖子人にその大倉というもの自体が出入りしていたっていうのを見たことありますし、あとは今日歩いてる時に対向車から現れていた介護用の車椅子のマークがついてる、多分介護用の車だと思うんですけども、運転手はフジテレビの伊藤アナウンサーかもしれないですね。そこはもう全然わからないですね。目の視力やその光の加減の問題で、まあ、まず顔はなかなかわからないですね。明るくあっても。フロントガラス自体がはっきりとこう、透過してるような、まあ、本当にこう、透明度の高いもので、誰が運転してるかっていうところがはっきりと見えるようなフロントガラスであれば、判明しやすいんですけども。まあ、けど、まあ、マスクしていたかどうかもはっきりとは見えてないですね。それなりのスピードで、横通り過ぎていきますから、一瞬なんですよ。その、
視認できる範囲が。それで、ね、判断するのはなかなか難しいと。まあ、こういう次第です。まあ、皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、着信通知の設定と、あと着信通知の設定がわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたり、あと販売店の方に聞いていただいたり、まあ、一旦今一時停止をして、その着信通知のことを、メモしておけば、着信通知の設定の仕方っていうのが、分かるようになりますから。で、まあ、自分の身の回りの人たちに、淡井さんの動画見といた方がいいよということで、お伝えしていただけると良いかと思います。まあ、こういう次第ですので、まあ、物事はだいぶ、まあ、ややこしいことになってるのはややこしいことになってますね。だから、この国の上層部の人間もその辺のところの情報開示して、この国全体のこととかをしっかりと改めていく気があるのかどうかっていうところが、今後の、注目点ですね、ニュースの。以上です。もうマスコミの人間含めてですよ。結局、上の人間が、その国会議員だった人間は天下りして、公益財団法人とか、いろんなところに天下りしたりだとか、まあ、企業の役員に入り込んだりしますから。以上です。